どうもポコエフロンです。今回は、僕のね都合になってしまうんですけど、活動を休止したいと思います。で、なんでね活動を休止するかと言いますと、僕がね視聴者の、リクエストに答えることが、なかなかできなくて、で、ゼルダの伝説とかもね途中で終わったりしてしまったんですけど、なんかそういうのもねなんか続ける気力がちょっとなくてですね、本当はゼルダもねやりたかったんですけど、それを続ける力がなかったというか、なんかゼルダを起動しようとするとうわってなるみたいな、なんかこれなんか説明できないんですけど、そういうようなことがありまして、で、ストレスにもなってまして、で、そのストレスからですね、ちょっと他のことにも影響出てきて、なんか普通にゲーム実況をしているということ自体がなんかちょっと微妙というか、なんか疲れたというかわかんないんですけど、なんか僕の中のやる気スイッチ的なものがバチンってね、なんか一気にオフになってしまったんですよ。こんなことをね言ったら、視聴者の人は離れていっちゃうのかなっていうふうに思うんですけど、正直に言います、本当にモチベーションというものがね下がってきていて、で、僕的にね、実況していきたいゲームは、じゃあスプラトゥーンとかもやっていきたいなって思ってるんですけども、やっぱりねスプラトゥーンを投稿してもやっぱ動画が伸びにくい、そういうようなことがあります。それは当たり前ですよね。僕はフォートナイト実況者なんで当たり前なんですけども、そういう数字をね、目の当たりにして、僕の精神的なものが、削れていくっていうか、その精神的ダメージがどんどん蓄積していってるわけなんですよ。で、そういう風になっていくと、僕もね、やる気というものが下がっていってしまうという、僕が悪いんですけどね。で、フォートナイトのね、実況を、これから続けていくのかどうかっていうことなんですけども、もしね、僕が活動再開する時が来たら、それはね、実況しようと思います。ですけど、基本的には、活動を休止してて、で、いつ復活するかっていうのも未定になってます。で、これを最初に視聴者の方に伝えます。で、これで、この後にっていうか、僕明日ね、旅行に行くんですよ。静岡旅行ですね。に行くんですけども、その静岡旅行の時に、お母さんと妹とかに、YouTube やめるみたいな。やめるというか、ちょっと活動をちょっと一回休止しようかなと思うんだよね、みたいな、いう風に伝えようかなと思います。なんか、休止って、いわゆる、休んでるだけでしょって思うかもしれないんですけども、休止って、イコール僕の中ではもう辞めるか辞めないかのもう本当に境目というか、もう下手したらもう辞めようかなっていう方向まで行ってるっていうぐらいのことなんで、で本当にね辞めるのか辞めないのかっていうのはわかんないですけど、続けてるかもしれないし続けてないかもしれないし、家族に相談して僕の意見が変わるかもしれないし、いろんなことがあると思うんですけども、とりあえずねこの動画を最後にっていうわけではないです。この動画の後にもう一本だけ撮ろうと思ってるのが、そのYouTube やめようと思うという動画です。これはね、ドッキリでも何でもなくて、普通にやめるっていうことを伝えようかなと思う。もうシンプルに素直な気持ちね。やめるというか休止なんだけど、休止イコールもうやめるみたいなもんだよね。正直な話。そこは置いといて。それで、っていうか動画回しながら、ちょっと相談させてくれみたいな風にお願いしようかなと思います。それはね、明日になるんで、家族もね、みんな僕がまさか活動休止するなんて思ってないと思うんですけど、でもね、家族にはちょくちょく言ってたんですよ。家族というか親には。俺、そろそろちょっと休みが欲しいというか、休みたいな、みたいなことを常々言ってたんですね。で、休みたいなと思いつつも、なんていうのかな、YouTuber あるあるなのかもしんないんだけども、休んでる間も自分の動画のコメントとか、自分の動画の今の再生回数とかが気になっちゃって気になっちゃって、もう止まらないんだよね。だからなんか休みが休みじゃないみたいな。友達と遊んでても常に YouTube スタジオ開いてるみたいな、もう本当に頭おかしいぐらい YouTube が頭から離れなくて、もう本当におかしくなりそうなんですよ。だからちょっとでもね、1週間でもいいわ。それぐらいでもいいから、とりあえず一回休んで、で、その一週間休んだ結果、心をこう癒してから戻ってくるみたいな。だからそういう風な今考えもあるっちゃあるっす。ただ、一週間休んだ結果、もし俺が何も変わらずにまだ YouTube スタジオ開いたりとか、もう YouTube のことをずっと常に頭で考えちゃうようだったら、まだ休みが必要だなって思うから、本当にね、一瞬無になりたいわけ。何も考えない状態になりたいわけ。その状態を今目指してるんだけど、
それがどれぐらいかかるかわからないから活動休止という形をとってみんなに報告させていただきました。でまあかなりね、まあ長くなってしまいました話も。でまあこれからもね、まあこういうことが起きるかもしれません。一回活動休止してまた再開してみたいなことがあるかもしれないし、でまあ再開しないかもしれないんだけど、それはわかんないんだけど、まああくまでも俺の心と相談するって感じなんだけど、視聴者さんをね、僕は第一に思ってるから、視聴者さんが僕に求めることを俺はやりたいなっていう風に思うのは当たり前にあります。なんだけども、それに応えられない自分がいるっていうので精神的ダメージを食らっちゃってるという状況もあるので、なんていうのかな、僕にあまりプレッシャーを与えないでほしいなって思います。はい、なのでちょっとなんていうのかな、コメント欄とかで早く帰ってきてくださいみたいな、なんかそういうのはちょっとやめていただきたいというか、なんというか僕のタイミングで帰ってこさせてほしいななんて思ってるんですけど、どうでしょうか。視聴者のことは第一に思ってます。はい、確かに第一に思ってます。めちゃめちゃ大事です。だから意見に答えたいと思います。でも早く帰ってきてくださいっていう意見に答えられなくなってしまって、早く帰ってきてくださいっていうコメントを見てしまうと、うわ俺また帰らないといけないのかなみたいな、帰らないといけないのかなというか、早く帰らないといけないから、もう1週間なんて言ってらんない、じゃあ3日でどうにかしなきゃとか、なんか変な考え方になっちゃうんですよ。もうどうしてもそのコメントに左右されてしまう自分がいて、すごい悔しいんですけど、もう本当に自分を持ててないというか、まあ難しいんですけどね。まあそういうような風になっちゃってるから、そういうコメントもね、控えていただけたらと思います。なんかまあゆっくり休んでくださいみたいなコメントをくれたらめちゃめちゃ嬉しいなと思います。はい、まあそんなこんなでね、いろんな話してきたんですけども、まあこれね、活動休止に関係ない話もちょっとしたいなって一つ思ってて、なんか僕の、まあ、切り抜きをしたりとか、なんか僕に対するアンチコメントっていうか、コメントっていうか、まあ、僕に対してのアンチする、僕をアンチする動画を投稿している人に言いたいんだけども、まあそういう動画でなんか僕のね、アイコンとかをね、使用したりとかはね、ちょっとね、やめてほしいなって思います。まあ僕のね、写真、顔の写真だったら、まあ、使ってもいいかなって思うんですけど、僕の YouTube のアイコンはちょっと使わないでほしいなって思います。僕の顔の写真は、まあ、サムネイルとかにね、まあ、使っても、まあ、いいかなと思います。まあ、あまりにもね、なんかやばい顔してるような、みたいな顔してるようなのは、ちょっとやめていただきたいんですけども、まあ、なんか普通の顔してるやつだったらいいかなと思います。で、まあ、それも、まあ、踏まえたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういう風なのとか、あと僕の動画は全般で切り抜きが禁止になってます。配信も切り抜きが禁止です。まあ、この動画も切り抜きは禁止です。まあ、どの動画も切り抜きは禁止です。切り抜き許可してません。なので、切り抜かないでください。で、僕が投稿している、まあ、音楽があると思うんですけども、まあ、猫くんとか、あと、スイッチの曲とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、それはもう、切り集とかに使っていただいて構いません。まあ、そちらの曲だけはね、まあ、適当に無断転載してもらって構いません。もう、TikTok とかね、まあ、そこら辺にもね、勝手に投稿してもらって大丈夫です。曲だけは OK なんで、曲以外はやめてください。はい、そんな感じです。もうそこだけ把握しといてほしいんで、みんなに。はい、最後にそれだけ言わせていただきました。まあね、チャンネル登録をもう解除したいとかいう人もいるかもしれない。僕がこうやって活動休止するっていうことを伝えたら、じゃあもうお前のことは応援してないみたいな人も現れるかもしれない。まあでもそうなったらそうなったら僕は別に、まあしょうがないかなというふうに思ってます。そんなことよりも僕の、なんていうのかな、まあ心との戦いというか、まあ精神的なものとの戦いになって、ので、まあそこだけだね。まあそういう人もね、なんかいても喧嘩しないでください。コメント欄でなんかじゃあ登録解除しますとか言ってる人いても無視してください。うん、もう無視で大丈夫です。もういち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 そういうの構わなくて大丈夫なんで、もう外したい人は外していいし、外したくない人は外さない。でこのまま俺を待ってくれてる人が俺は本当のファンだと思ってるから、俺はそういう人たちに向けて俺は今後は発信していきたいと思ってる。もし再会したとしたらね。まあそんな感じかな。それぐらいかな。だから本当にね、みんな応援してくれてありがとうございます。本当にありがとうございます。まあこれからもね、応援してくれる人はマジでありがとうございます。まあ、珍しくね、スーツなんか着ちゃってね、まあなんかわけのわかんない感じになってるんですけど、こんな僕でも好きだよと言ってくれる人は本当に僕は嬉しいなと思います。まあ結構ベラベラね喋ってね、台本もなく喋っちゃったから話がまとまってないかもしれない。まあそんな感じでね、みんな見てくれてありがとう。こんな長いこと喋りましたけど、本当に内容薄っぺらいです。ただ僕は休みますということを伝えたかったです。あとその理由も伝えたかったです。以上です。ありがとうございます。パリラ。